豊川市立西部中学校は、愛知県豊川市国府町岡本にある公立、中学校。略称は、西中、豊川市西部にあり、学校の前には、音羽川が流れ、学校の裏には、山がそびえるという自然豊かな学校である。豊川市立国府小学校と豊川市立、五遊小学校を卒業した生徒が入学し、生徒数は610人、クラス数は19である。 西部中学校は、制服以外にもジャージでの登校が可能。制服で登校するのは、入学式や卒業式等の式典の時や、全校、学年集会などの集会がある日や、定期試験。西部中学校のジャージは、園児職で、夏でも冬用の分厚いジャージを着ている生徒もいる。学校のすぐ前には、音羽川が流れており、学校の前の部分だけ遊歩道が整備されている。 この遊歩道には桜が多数植えられており、春になると非常に美しい。2009年からは新しいジャージが使用されることが決定した。新しいデザインは、半袖は白地に、ピンクのラインと豊川西部のロゴ、長袖はグレーを基調としている。2012年からジャージのデザインは変わらないが素材が、変わり少し濃くなった。校訓は最善を尽くそう深く考え自ら学ぶ。 心と体を鍛える、友情を育て、自他共に生かすである。最善を尽くそうの英訳ドイアベストは、生徒の間でも親しまれており、生徒会役員などがしばしば口にするほか、学校通信などの印刷物にも大きく書かれていることが多い。行事は、一般的な中学校とほぼ同じである。ここでは特筆すべき行事について解説する。2002年度に、 文化祭と体育祭を合体させてできた行事である。毎年9月21日22日に行われる。1日目の午前中には運動場で地域の人も参加する触れ合い活動。午後に体育館でステージパフォーマンスが行われる。これは文化部や選択授業の生徒、有志の生徒などがステージで普段の活動の成果などを発表する。また、 教員も参加するので生徒たちには人気がある行事である。1日目の昼には PTA 飲食バザーが行われる。しかし、2009年から時間と PTA の人数の都合で PTA 飲食バザーはなくなった。午前は運動場でクラス対抗種目が行われる。午後は長縄マスゲームが行われる。5月に1年生が参加する行事。 校歌に歌われている場所を訪ねるという行事で、宮地山に登って山頂から三河湾を眺めたりする。西部中学校の校歌の作曲者は、同様、可愛い魚屋さんの作曲者でもある、山口康二。山口康二は、西部中学校がある、豊川市国府町の生まれである、豊川市立国府小学校と豊川市立、五遊小学校の通学区域内、ありがとうございます。